学園東大通り、日本の道百選検証費学園東大通りは、筑波研究学園都市の都市計画道路の通称、筑波研究学園都市を南北に従環する主要な幹線道路である。一般に、土浦市の国道6号、学園東大通り入り口交差点から、筑波市の国道125号、田中交差点までを指す大通りで、 つくば市内における都市計画道路の路線名は、研究学園都市計画道路3.21号学園、東大通り線である。主に、つくば市内の道路であるが、起点付近は土浦市内にあり、土浦、網都市計画道路3.420号網学園線になる。つくば研究学園都市の最も大きな主要幹線道路の一つで、南北に長い。 学園都市東側を貫く道路から名付けられた。人間優先の都市計画の概念に基づき、研究施設、大学、ガソリンスタンドなど一部の施設を除き、道路沿いの施設に車が直接入ることはできず、脇道より侵入するような構造になっている。そのため、信号数を抑えることができた。学園中央通り、学園西大通り、土浦学園線、学園北大通り、 学園南大通りと共に整然とした、格子状の幹線道路網を形成する。中心部の福井は50メートル、4から6車線で自転車歩行者道路、自動車道及び緑地帯が設けられている。学園北大通りから学園南大通りまでの区間は6車線で、それ以外の部分は4車線である。ただし6車線区間で、最も歩道寄りの車線は、主要交差点では左折専用である。 道の両側にある植樹帯には四季折々の季節感を持たせた木々が植えられており、特に長さ9キロメートルに及ぶ東海での並木は10月下旬に紅葉の見頃を迎える。また、月山が築かれるなど、庭園的な雰囲気を持つ、1987年に捧げ交差点。 東前屋の 15.8km は建設省と道の日実行委員会により制定された日本の道百選に選ばれ、つくば市あずま一丁目に検証費がある。また、読売新聞社選定の新日本街路樹百景の一つにも選定されている。沿線には研究機関が集中しており、素粒子研究の先端を行く高エネルギー加速器、研究機構。 防災科学技術研究所、筑波大学、国立科学博物館筑波実験植物園、宇宙航空研究開発機構筑波宇宙センター、国内最大の公的研究機関である、産業技術総合研究所などがある。筑波大学筑波キャンパスには、約3キロメートルの区間にわたって接しており、侵入のための交差点が2カ所ある。筑波研究学園都市中心部から学園、 東大通りを北上すると、国道408号と重複し、右手目前に、関東の名山として知られる、筑波山を雄大に望むことができる。同じく、筑波研究学園都市を南北に循環する道路に、学園西大通りと牛久学園通りがある。ありがとうございます。